はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼ロックをカミカミしながら実況プレイ、今回が第21回目。ニー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 よろしくお願いします。ということで本日はヨーロッパ大会の準決勝第2試合目、ボルドー VS ユベントスです。そうですね、まず、ホームのボルズボルズなんですけれどね、ここまで非常にその粘り強いサッカーで勝ち上がってきているなと、そういった印象が、僕の中であります。うんね、接戦をものにしてきているというその実績的にね、当初ね本当に、ボルドーがここまで勝ち上がってくるとは、思っていませんでしたから、また面白いことにね、リアルボルドーの方も今季めっちゃ調子がいいんですよ。ね、サッカーをよくご覧になられる方だったらわかるかと思うんですが、例えばそのチャンピオンズリーグのダイジェストとかでね、見てみますと名前がよく出てくるし、そのボルドーっていう名前を聞くとね、どうもこう他人事じゃないような感じがしちゃうんですよ。まあ、そんなボルドーと今回対戦するのが、ユベントスです、ね。ここまでの2試合を見てみてもね、本当に強いなというふうに思いますし、何気に無失点できてんだよな。うん、前回の試合で木江おじさんだってまだ無失点だからねっていうコメントをいただいていましたけれどもそうなんですよ。だからまあね、今回はそんな若島津君と、ボルドーの、優勝受け負い人のアモロ君のこのゴールキーパー対決、これを見るのもまた、非常に楽しみですね。はい、そしたら早速じゃあやっていきましょうか。よし、行こう行こうぜみんな。おう、ちなみに今日は膝の上に猫を乗せています副音声解説の、ゲストコメンテーターをお膝に乗っけながらの実況ですよろしくお願いします、ね、寒いからこっち雪降ってるんで、もう信じられませんね、3月、半ばに入ってるっていうのにね。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ね、もロックの世界では22度ですよ羨ましい、ね、こっちはもう雪が降ってるっていう、寒すぎて猫も膝に乗る。今日はザーヒーに高齢ですからお、セザールさんだ。お、キエオイチさんです、頑張れよ。お、シデア君かな、これは。それからですね、本日はイベント戦ということで恒例のゲストコメンテーターもう一人お招きしております。よろしくお願いします。ジュラシックテルコさんです。おー、よろしくお願いします。よし、行こう行こうぜセザール、よろしくです。お、アモロ君でかいな。うん、こちらがボルドーの選手たちですね、凛々しい。それから、もう一名どさくさに紛れて、やってきております。川村巡査さんです、よろしくお願いします。いやー、よろしくお願いします。川村巡査と申しますね。お邪魔にならない程度頑張りますよ、コメント。あ、前回ね、果たして川村と照子富士が共存することができるのかなんていうメッセージいただいたんですけれどもね、共存も何も同じ人ですからぶっちゃけよろしくお願いします。はい、そんな感じで賑やかに、ゲストコメンテーター満載の今日はお送りしてきます。さあ、笛が鳴って試合開始。ホームのボルドーが左から右へと攻めていきます。さあ、パスを回していくボルドー、シーザー、ジェルトリュード、これはどうだ、シュート、若島津君止めた、ナイスキーパーですね。なおも続くチャンス、デイビッドでセンタリング、これはヘディングシュート、がっちり若島津君がキャッチで止めました。うわお、ファーストゴールクイズ、じゃあやろうか早めに、ファーストゴールクイズいきたいと思います。決まっちゃうか、バランタンが攻める、また右サイドバック、デイビッドが狙ってヘディング、これはイベントスがクリアしてます。僕の予想はね、ファーストゴールクイズなんですが、パケッティさんでいきたいんですよね。前回の試合で非常に良い、精度の高いミドルシュートを放っていましたからね、期待ができるんじゃないかとそう思っています、うん。まあ、こじこじもね応援してるんですけどね。ヘルコージさんは予想は、もちろんセザール一択。さあ、シデア君が左サイド上がった、狙ってる、中に入れてきた、ヘディングシュート、止めた、おー、ねじ込んだ、ユベントス先制、決めたのはベッテが
早くも前半始まって間もない時間帯だったんですが、ユベントスが決めてきました。結局完全フリーになってそこからシュートという形でした。起点になったのはシレア君。守備側の対応が難しいですね。そうですね。いやすごい、スロー出るかな。シレア君です。さあシレア君もね、もともと守備の選手なんですが、ヘディングの強さが変わられてフォワードとして抜擢されてるんですが、シレア君のクロスをヒューガ小次郎ヘディングシュート、これが防いだじゃなくてポーストに当たったんですね。バーに当たって跳ね返ったところをベッテガが押し込みました。ねじ込みゴールでユベントスが先制。さあこの時間に1点取られてしまおうときついですね、ボルドーとしては。ユベントスは非常に守備が固いチーム、ここまでずっと無失点で来ていますからね。しかも若島津君今日は調子良さそうですしね。さあボールを回していくボルドー。業務君しかしボールを奪われてしまった。業務君はね、背番号13だと思うんですけども、その背番号から分かる通り、もともとは控えの選手なんですね。ただピエールが抜けてしまってね、その穴中盤の位置、あ、これはオフサイドがあったようですね。その穴を埋めてます。非常によく頑張ってると思いますね。マンオブザマッチにも1回選ばれていますしね、うん、大事なところ。さあ左サイドバランタン、この人はアシストも決めている男。ここ縦に送ります。さあボールはイベントスが奪っています。右サイドフォントラン、フォントランドリブル突破を図ったんですが、これは業務君がボールを奪っている。左サイド、左サイドからまずはボルドーが仕掛けようとしていますね。バランタン、エルネスト、中央業務、このボールをベッテガが奪う。一旦下げて、おっとユルゲンからボールを奪い取った。ボルドー、バランタン、これはヘディングでクリア。しかしまだチャンスが続く。業務シュート、これはパガニンの体に当たった。パガニン、ボールを奪ってシデアへ下げる。パケッティ、パガニン、セザール、セザール、セザールからアバーテ、パケッティ、シデア、ボール回す。これは強引に突破を図る。シデア、ここまで来た、どうする。これは惜しい。アモロ君がクリアしました。さあアモロ君いきなり1点取られてしまいましたからね。優勝請負人業務悔しいと思ってるんじゃないですか。さあパケッティ、この辺非常にボールの奪い合いが激しいですね。さあシリアのボールをギルバートが奪ってジェルトリュードへ。ジェルトリュードもいいアシストを前々回の試合ですかね決めています。さあボールはシーザー、この人がエース。シーザー君はね今現在得点王争い2位ですからね、2得点決めてます。さあボールをセザールへ。頑張れセザール、軽く出して抑えずにいられないテルコウジ。さあベッテがシデアからのボール、ちょいっと浮かしたボール、いい狙いだったんですが、これはボルドーのディフェンスがしっかりとついてクリアをしています。なおも攻める。さあユベントスは1点先制しているんですけれども、引いて守るっていうよりも相変わらず攻めてますね。いいですねこの姿勢は。さあファウル、業務君です。さあ友人のセットプレー、おっと競り合います。こぼれたところヒューガ小次郎、ヒューガ打てるか、ドリブル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 、シュート、おーアモロ、アモロ君がキャッチング。もう少し中央でのパス、そして競り合いには集中したいところですよね、はい、怖かったローニよく止めました。さすが優勝請負人、国民全員でアモロアモロアモロですね。素晴らしいプレーでしたね。いやー感動しました。もう鳥肌もんですよ、ね、世間に言うところのチキンスキンですか。左へ出した。いやチキンはうまいよな。後ろへ、足はねカレーはチキンって決めてるんだよ。はい、さあボールはユルゲン、若島津、パガニン、ピンチをしのいでいます。おっと空中での競り合い。さあファケッティが右サイド、フォントランにボールを預ける。フォントランからまたファケッティ、フォントラン、そしてここ駆け上がってたセザールへ。セザールクロス、ヒューガ、しかしこれはクリアされてる。クリアボール、
ベッテカが拾う、もう一度放り込んだが、これはヘディングでクリア。ユベントス攻めてますけれども、ボルドーもよく守ります。さあボルドー、カウンター期待。バランタン、これは倒された、激しいチャージ。そしてここで笛が鳴った。お、シーザー君頑張ってもらいたいね。お、コントランとヒューガが何やら相談してますね。もっとこういう風に球を入れてこいみたいなね。そんなんじゃタケシにはなれないぞみたいな。さあハイライトシーンですけれども、これまず最初前半早々ですね、若島津君のファインセーブ。角度の違いなんですけどもね、惜しい場面でしたよ。そしてもう一つ前半10分、ピンチをしのいだユベントス、そのすぐ後先制となるゴールを奪いました。先制ゴール決めたのはベッテが。両チームどう出てくるのか楽しみです。ポスト半年間いったところ決めました。前半戦が終わったところで1対0ユベントス1点リードで折り返しています。これはギョム君のシュートですかね。そしてこれ龍河君のシュート、俺はさすがアモロよく止めたと思います。僕の実況ではね非常に強いからねアモロ君は。まあ、データ的にはそんなには強くないんですよね、このロックでは。さあ、スタッツなんですが、もうほぼ互角ですね。もうどっちが勝つか分かりません。さあ、後半戦やっていきましょうか。うん。さあ、後半。今度は、イベントスが左にエンドを取ります。右から左にマルチョ、左から右にサケッティ、ボール、ボルドーが奪ってます。シーザー。これは繋がらない。ユルゲン、シディア、繋ぐ、ベッテが。今日は非常によく、目立って活躍していますね、ベッテが。後ろからのマーク。一旦ユルゲンに下げる。パガニー。パガニー選手は前回の第2回目の月間 MVP を受賞、獲得している選手ですね。さあ、マニコーネ、セザール。セザール。セザールからファケティ。これいいコンビネーション。お、フォントラン。コンビネーションでサイドトップを測った、クロス、これはヘディングでクリア。さあかなり実力差がボルド、ユベントスとの間にあるんですが、非常によく前線してますねボルド。さあファゲッティフリーな状態、ヒューがシュートは、これはアモロ、素晴らしいガッツですね。しかしまだピンチは続く。ウォーノイノイ、笑っちゃいましたよ。どっかで試合、どこだけだ、この2つ目のメキシコシティ戦かな。皆さんからいただいたコメントの中にノイーってのがあってね、すげー笑っちゃって。マルジョ中央から持って上がります。さあ右サイド使っていくボルド、ここは通りません。ボールはクリアされてしまった。ね、もうスポーツライターの金子さんもこの実況を見てくださってるんだなと個人的にめっちゃ笑わせていただいたんですけれども。後ろからチェック。さあポントラン、いい守りを見せました。個人技で突破しようとしたところだったんですが、ボルドーがボールをクリア。しかしクリアボール拾ったのはユベントス、中に放り込んできた。さあ逆に今度はボルドーが攻める、ジェルトリュード。うわこれはインターセプトされてしまった。素晴らしいディフェンス。さあ苦しい、時間は16分過ぎています。この辺りからちょっとずつですけれども、引いて守るような格好を取ってるのかな、ユベントス。そんなことないか。さあなんとかクリア。さあスローインでリスタート。シデア下げる、ファケッティ、ファケッティからいいパス、ベッテが。しかしこれはなんとかクリア、ボルドをクリアします。ボールはジェルトリュードへ、ジェルトリュード、レオナール、エルネスト、つなぐ。ここは慎重にいってもらいたいですね。オーガスト、しかしこれはコントランがボールを奪っています。お、奪い返したんですがボールは一旦切れてますね。そしてここで試合選手交代ですね。レオナールを下げてスタニスラス君、なんとかこの状況打開したい。さあしかし攻めるのはセザール、イベントス、セザール、セザール、セザール、突破、セザール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 大丈夫ですか、照子おじさん、泡吹いていますけど大丈夫ですか
今のプレーで焦点してしまったテルコビさんですけど、さあイベントスがいい攻めを見せたんですが、今度カウンターボルド、オーガストクロス、エリング、しかしこれはクリアされてしまった。ここで控えの選手がアップを始めました。ボールはなおもボルドが支配、シーザーシュート、しかしこれは枠を取られることできず、悔しがるシーザー君、思いっきり打ってきましたよ。あの辺は決定的なゾーンですからね。いや惜しかったですな。しかし振り返りが早かったと思いますよ。そしてここで業務を下げてレーモンを投入しました。攻撃の選手ですね。攻撃の枚数を増やしてきましたボルド。左に送って、さあ時間は後半30分を経過しました。しかしイベントスが試合を、おっとこれはいい縦ポン、いいところ出ましたよシレアのクロス、しかし合わず、いいクロスだったんですけれどもね、飛び込んだのはヒューガだったんですが、ボルドがクリアしてます。さあクリアボール、ジェルトリュード拾ってレーモンに預ける。レーモン、レーモンからバランタン、ディフェンダーをかわしてスタニスラス下げて、レーモン、エルネスト、これですよこのコンビネーション。オーガストクロスシュートは惜しくもバーの上、バランタン、これがだけどボルドのサッカーですね。この粘りのサッカー、冒頭でも言いましたけどね、粘りのサッカーを支えているのはこの組織力ですよね。ここでセーサール下がります。オールランド君が入ってますね。組織力、この中盤からねトップのサイドアタッカーへとボールを託すまでのこの連動性がいいんですよね、ボルドって。2枚目のカード切ります。14番の選手に変えて、おそらく16番が入ります。さあギルバート、スタニスラス、そしてまた選手交代があるようです。右サイドバックデイビッドがオーバーラップ。さあ時間もない、ボルドが必死の攻め、レーモンにクロスが、これはヘディングでクリアされてしまった。攻めるボルド、クリアボール拾う、ヒールでパス、エルネストへ、エルネストスライディングでなんとかボールを奪われまいと気迫を見せている。40分になります。しかしこれは後半40分、しかしイベントスも守りますね。レーモン、ボルド右サイド使っていく、一旦たまらず下げてコンビネーション、スタンディスラスへ抜け出せるか、しかしスライディングで止めた。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。ここでフリーキック、蹴るのはエルネスト、マルキュ右へ直接蹴ったボールは枠のバーの上に行ってしまった。今のは丁寧に通しかったんですけどね。さあ時間も残り少なくなってまいりました。さあ守るユベントス、攻めるボルド、激しく奪い合います。ハンチェフ、ファケッティ、ファケッティさんがここで左サイドに入ってますね。左サイドに入ったファケッティ駆け上がる、クロス、ヘディングシュート、これはディフェンダー体ですブロックします。スローインに変わります。そしてボールは一旦切れてスローインで再開、ファケッティへ、これはいい、いいボールだ。さあ追加点のチャンス、コーナーキックか。さあファケッティさん左サイドに入ってからまた面白い攻撃を見せてますね。イベントス、いいマークですよ。さあなんとかクリアしたいゴールド、うわーここで笛、1対0でゴールドも前線したんですけれども、ユベントスがこの準決勝ゴールドを下して決勝進出を決めました。いやーすごい試合でした。北澤さん、まずは前半に1点が入りました。ハイライトシーン見ていきましょうかね。これが前半最初のシュート、これが入ったら展開は違ったんだろうけれど、それからこれがベッテガーのねじ込み。そうですね。それでは今日の試合内容をここで振り返ってみましょう。起点になったのはシデア、このヒューガのねシュートも惜しかった。直接狙ってきました。そうですね、まあ外れてしまいましたけど、ヒューガ君はね割と今日は惜しい場面多かったんですが、それよりもアモロ君、そして先ほど画面にアモロ君は本当ファインセーブをよく出して、これセーザールのシュート、自分でドリブルで切り込んでって打ってった場面だったんですけどね。このシュートを見た照子さんは今もうなお横で泡を吹いているんですけれど、勝利をものにしました。大丈夫か照子氏、北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん本日ありがとうございました。これがエルネスト君の実況はフリーキック、ジョン・カビラでした。
上に行ってしまいましたね。ではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れとなります。いやボルドーも頑張ったんですけど、さあ終わってみればスタッツは支配率 51-49 ほぼ互角でした。シュート数もほぼ同じ、枠に入ったシュート数もほぼ同じ、もうどっちが勝ってもおかしくないようないい試合でしたね。続いて個人試合記録、アンモロ君 5.5 点、ヨモ君は 6.0、 エルネスト 6.0、 シーザーはなちょっといいとこなかったな、 5.5 点。対してユベントスは若島さん 6.0、 また無失点で抑えた。ファケッティマンオムザマッチ、ヒューガは 6.0、 セザールさんは 6.0。 いやいい仕事してましたねセザールさんは。だけどヒューガ君ね 6.0 ついてるんですけどね、ゴールならずね。このなんていうの、準決勝でちょっと失速するあたりが原作のヒューガ君っぽいなっていう、そんな印象を、受けましたけれども、いかがですか皆さんは、ね。そんなことで、本日の試合は1対0でユベントスが勝ちました。これで欧州大会の決勝戦の、対戦カードがついに決まりましたね。決勝戦はレッチェ対ユベントス、すげえな、すごいカードですね。はい、それで、続いてなんですけれどもね、続いては、南米の方に行きますんで、南米はね次の試合でついに、ファイナリスト、王者が決まる試合になりますんでね、非常に楽しみです。はい、そしたら本日最後までご視聴どうもありがとうございました。ゲスト解説員の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。テルコさんは、泡吹いてます。ベルタンは、それじゃあまたね、さよなら、いい